あらゆるデータソースからマーケティングデータを集めて統合し、一つのデータソースとしてまとめることができるとしたら、そのマーケティングデータを組織内の他のデータ、例えば財務、在庫、製品のデータと結びつけ、そのデータをすべてまとめて分析できるとしたらどうなるでしょう。それが可能になれば、マーケティングデータと他のデータとの統合で事業の分析を一変させ、予算の効率化とビジネスの成長を促す、部門の垣根を越えた組織全体のインサイトが得られるようになるでしょう。デートラマとタブローとの連携があれば、それが実現します。しかも簡単に。まずマーケティングデータを集めます。デートラマはデータソースやフォーマットを問わず、絶えず変化するマーケティングデータとメディアデータをすべて集約し、統合されたデータモデルに自動的に変換します。データ分析の準備ができたら、タブローと連携し、そのすべてを組織内の他の機関データと結びつけることができます。これにより今まで以上に深い分析が可能になり、業績全体を隅々まで徹底的に調べることでしか得られないインサイトが導き出されます。例えば、最新の在庫情報をすぐに入手できるため、キャンペーン対象を供給の多い商品にいつでも変更できます。また、次のキャンペーンプランを在庫担当に伝えることができるため、在庫担当があらかじめ必要な商品を仕入れ、需要に備えることができます。さらにデータの可視化もタブローなら簡単です。そして共有はもっと簡単です。そのため、分析の専門家に限らず、組織内の誰でも統合されたマーケティングデータから変革をもたらすインサイトを見つけることができるのです。今こそマーケティングインテリジェンスとビジネスインテリジェンスを一つにしましょう。デートラマとタブローで。